名前が伊集武蔵って言います、結構本名なのって聞かれますけど本名です。はい。で年齢がですね、僕は33歳です。ウィナーズクラブに入る前はですね、もともとネットビジネス長くやってきたっていうのもあって、情報販売ですね、いわゆるコンテンツを作って販売するっていうことを主にやっていました。でこの頃はもう毎月一応月100万ぐらいこう入ってきてたんですけど、子供たちが3人いて、それが成長するにつれて毎月かかるこう維持費というか、子供の維持費というか食費が半端じゃなかったので、ちょっとここで一つ何か一本柱を立てたいなと思って入りました。そうですね、入ってすぐですね、初月で30万円で、2ヶ月目で120万円で、3ヶ月目で330万円っていう収入を得ることができました。でこれが売上ではなくてですね、ほぼ利益という形でいただけたので本当にすごいなと思いました。はい。稼げるようになってですね、まず子どもたちはこう育っていくっていうところで、もうどんどん毎月増えていくこの食費っていう不安から解放されました。で多分一般の家庭がどれぐらいかっていうのは僕わからないんですけど、うちだとそうですね、すごい子どもたちよく食べる、でしかも成長期に入っちゃってるので、毎月30万から、多い時で50万ぐらい、やっぱ外食も多いのでそれぐらいかかってるんですが、今ではもう安心して好きなもの食べてって言えるようになりました。そうですね、僕はやっぱ家族を持ってこう今生活しているんですけど、できればもう家庭を持ってこれから先子どもたちの成長に伴ってこうどんどんお金かかってくる、でそういった心配を抱えている方にですね、ぜひ入ってほしいなと思います。やっぱり今しかできないことってあると思うんですけど、今若いうちにですねやってほしいなと思います。